よろしくお願いします。イメちンでございます。というわけで皆さん、シングルスの試合やってて、相手が急にプレーを変えてきて、負けちゃったという経験ありませんか僕はあるんですけれども、今日はその一例、相手が急にネットばっかり出てきたと、急にボレーにばっかり行ったと。 でちょっとパニックになって負けてしまったと、えー、こういう場合の対策、ご紹介していきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは、こういう感じで、元関西大手テニススクールでジュニア育成部門のヘッドコーチだった私が、全国トップレベルのジュニアから、老若男女一般のテニスプレイヤーの方までたくさん指導させていただいた経験を生かして、あこれやったらちょっと明日もテニスしてみようかなと、ネット出てこいやと思ってもらえるような動画作り目指してますので、気に入っていただいた方は、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。では、行ってみましょう。どうぞ。 はい。よろしくお願いします。じゃあ、今日は、試合中、いい感じだったのに、相手が戦い方を変えて負けてしまったシリーズでいきたいと思います。今日は、相手がもうどんどんネットに出てくるスタイルに変えてしまって、自分が何もできなくなってしまいましたというご質問で、これも結構多いですので、対応をね、ご紹介していこうと思います。では、早速いきたいと思います。まず、相手がどんどんネットに出てきているっていうのは、どういう状況かというと、ネットプレイ得意だっていうのはもちろんあると思うんですけど、試合中に急に変わったということですので、 えー、ラリーを嫌っていると、えー、ここはねもう一番最初に、まあえー、気づくところだと思います。ですから でできるるだけラリーを長引かせとというところですねベースライン同士のやり取りを長引かせるっていうところをまず第一にやると相手にプレッシャーがかかっていいくと思いますそのために必要になるのはある程度深いボールだったり弾むボールだったりっていうところだと思いますので3球4球と深いボールをねしっかり打って相手をこうベースラインにこうできるだけとどめておくと1球ラリーしてネットに出るのと4球ラリーをしてからネットに出るのと相手にかかるプレッシャーというのはやっぱり 違いますので、えー、そのあたりできるだけ、えー、深いボールをね持っていけるように自分で。 普段からこの深さの調節っていうところをまずできるように練習しておくといいと思います。あともう一つは少々浅く入ってもやっぱりバウンドするボールというのはネットで出にくいですのでこれは男性の方になりますけどしっかりこう弾むボール回転をかけて弾ますボールっていうのをまずは、ね、練習していくことをお勧めします。大事なのは相手がラリーを嫌ってるんだなっていうところを気づくことですね。その部分が大事です。うわネットばっかり出てて、くくるっていうんじゃなくて ラリーしたくなないんだよなとじゃあもうちょっとだけこうラリー長引かせてやろうと相手の嫌なポジションですね相手が快適じゃないポジションにとどまらせておくとそこに気づくのが大事ですので続いて気づかなければならないことこれ結構大事なんですけど相手がテニスの上手さによる勝負を避けてきてると。 こ、えー、ここのととろも、ね、大事だと思いますネットにガンガン出てくるっていうのはう、えー、まあ、上手いなと思ったらネットプレーすごいなって思うかもしれないんですけどある意味、えー、全部こうギャンブル的に前に出てきてるということも考えられます。それはなぜかというと、えー、テニスですよねこうラリーをしながらボールを散らしながら前に入ってチャンスボールを打ちながらっていうやり取りでは自分は勝てないと判断をしてじゃちょっとその人が例えばスライスがうまいとか。 身長が高くてリーチが長いとか、そこの一点だけですね。そのポイントだけは自分の方が秀でていると思ったら、それを使ってそこばっかりやってきてるっていう可能性があります。わかりやすく言うとこれはロブばっかりで粘ってくるっていうのも全く似たようなニュアンスだと思ってもらっていいと思います。テニスでは勝てないんだけど粘り強さそこで勝ってやるんだみたいな精神的なタフさで勝ってやる相手にそれでこういだなと思わせてやるんだと思ってこうロブばっかり。 え中ロブばっかりでねこうプレーしてくる選手いると思いますけどえそれの逆版だと思ってもらえるといいと思います相手はテニスでの勝負をえ嫌がっているとはいそこのところをこうポーンと気づくのもまず一つだと思いますではそれによる対策って何かなって思うとえ相手にもう一度こうテニスをさせることえこれがすごく大事だと思いますので最初のラリーを少しつなげていくっていうのも一つですしそのラリーの中でコースチェンジを繰り返す。 っていうところも一つになりますしこちらが逆にネットに出ていくとかっていうのも、えー、テニスをやってるってことになってきますので相手がテニスでの勝負をこう避けてるんだっていうところに気づくことですねこれだけでも気持ちにこうだいぶ余裕が生まれます相手にテニスをさせればいいわけですから次のトピックとも繋がるんですけど落ち着いて相手に一級ローボレーをさせるとかそれだけでもね、えー、だいぶ相手にこう少しテニスをさせることになりますよね一回ボレーで繋がせて次パッシング勝負みたいなのでもちょっと、えー、テニスっぽくなっていきますので そのあたりのところの考えをまとめられるといいと思います。はい、で3つ目ですけど、これも相手の狙いですね。相手の狙いはこう完全にパッシングショットのミスです。 こっちにパッシングショットをミスさせるっていうところでパニックに持っていくっていうところが相手のこうネットラッシュをする人の考えですので先ほどの最後にちょっと出てきましたけど1球ボレーをさせるとかえっていうところはねものすごく大事だと思いますよくないのは相手がネットに出てきましたとネットに出てきてもうパニックになって1球でこうバーンとこうパッシングショットを狙っていく はい、そういう感じのメンタリティーになってしまうと、えー、どんどんはまってきて自分のパッシングショットのエラーが増えてきますし、まあ、相手としてはなんか飛びついてペシャって当たって前にポチョポチョって落ちたようなボレーでも十分だと思って、えー、ネットにたくさんねこう詰めてきてますのでとにかく相手の正面でもいいので、えー、落ち着いてボレーをさせるさっきのトピックの、えー、相手にテニスをさせるっていうところにつながります。ここれはあのロロブブでも全然構いいませんんックをを、ね、狙っっててきたらこういうススライスロブなんかを使って相手に バックのハイボレーをさせて、こうプレーをさせるとか、えー、こういう感じでもこう十分効果があります。相手の狙いがパッシングショットのミスだと分かれば、こっちはパッシングショットをミスらなければいいと考えるとね、いいと思います。ですから相手に1本でも多くボレーをさせる意識っていうのをこう持ってあげるといいと思います。はい、でそして最後ですけど、やっぱり主に。 バッッック側を狙ってて相手がパシシングショットしてくるケース多いいと思いますこれはフォアに比べるとバックの方がパッシングショットを打つ側にとってこう強いボールが出にくいというところがねすごく大きいです。相手もネットばっかり出てくるということはこう全部こうギャンブルに出てると。じゃあこちらが例えばフォアハンドにアプローチを打つとえ大体こうね1球だけバーンと1球があるボールを出そうと思うと結構出る、はい。ただバックハンドは例えばスライスしか打てないとかボールによっては そんなにこう速いボールがね、えー、打てないっていう選手も結構いますのでバックでも見せ球一、えー、つでいいのでちょっと速いボールが出るように練習をねしておくといいと思います。はい、ちょっとこうしっかり振り抜けるように練習をしていく。これはさっきとつながるんですけど全然、えー、相手に暴れをね、えー、されてもいいと思います。暴れをされてもいいので。 こう一球でいいので見せ玉でこう速いボールを使えるようにしておく。これだけでも相手のネットラッシュをちょっとこうね、えー、踏みとどませらせるえショットになりますので見せ玉として速いボールはやっぱり、えー、打てるようにしといた方がいいと思います。やっぱロブしかないとかってなると、えー、どんどん狙われますし勢いのあるボールが出ないってなるとやっぱ怖くないのでどんどん前に、えー、出られるので見せ玉でいいので。 一球速いボールを打てるように練習しておくといいと思います。はい。というわけで、相手がね、どんどんネットに出てきた時の対応ですけど、やっぱり主に一番大事なのはメンタリティですね。自分のメンタルが崩れないことが大事になってきます。そのためには、相手の狙いがどこにあるのかっていうところを頭の中で整理できるといいです。一番最初は、相手がラリーを嫌ってるってところですね。ああ、ラリー嫌ってるなと思ったら、ラリーをしっかりしていくと。 はい、ただ、1ポイント、2ポイントでは、ね、なかなか流れ変わらないと思うので、じゃあラリーをしようと思って、ちょっとこうスローペースの、ね、ボールをこちらが使うと、えー、それ最初はライジングでトーンと出られるかもしれないんですね、ただ、2ポイント、3ポイント繰り返していくうちに、相手が前に入るフットワークがちょっとでも止まれば。 またベースラインに釘付けにすることができますのでまず相手がラリーを嫌ってるのだなっていうところを気づくこと1つ目ですそれから2つ目は相手がもうテニスでの勝負を避けてきてるんだなと、はい、もう自分の得意なところ、まあ、勢いを使ってポイントを取るギャンブル的なところに来てるっていうところを気づく、えー、といいと思いますこれは逆転させるとロブ攻撃と比較的に似ています。はい、えー 耐久ですね、持久力とメンタルの強さで、えー、勝負をすると耐久的なメンタルの強さで我慢強さでこう勝負をするというところのメンタルでの勝負それからネットラッシュしてくるのは例えばスライスがうまいとかリーチが長いとかあとはその最後までギャンブルし続けるんだっていうメンタルの強さですよね逆に勝負し続けるんだよっていう引かないよっていうメンタルの強さで、えー、勝負をしに来てるテニスのうまさを避けてるっていうところがありますので逆にもう一度、えー、テニスのうまさが 必要にになる勝負の形式に持っていくと。まあ、1個目のラリーをするっていうのにつながりますけどちょっと変わりますよねテニスでの勝負だったらコースを変えていくとかドロップショットをするでもいいですしこっちがネットを出るとかでもいいと思いますいろいろコースを変えたり緩急をつけたりっていうところの勝負にもう一度戻せるように自分からそのようにラリーを仕掛けていくという感じです。まあ、メンタルのの中ででテニスの勝負避けけてててきてるなって気づくだけでも、 えー、多分何か変わります、はい、焦ってしまってパッシングショットしっかり打たなあかんと思ってしまうと相手の思うツボですので、えー、自分の方が有利だから相手がそうしてきてるんだなというふうに覚えれるとこうマインドセットとしてはすごくいいのかなと思います。 それから3つ目、ちょっとだけ戦術っぽい話になりますけど相手の狙いはパッシングショットのミスですよとそこに気づくことですねそれでもすごく大事だと思います意外とこうネットラッシュで苦労してたけどちょっとロブを上げたらスマッシュ打てなかったとかそういうケースもあると思いますしちょっとロブを上げると意外とネットプレーに慣れてなくてべた詰めばっかりのプレーだったのでスマッシュが一発で決められない選手っていうことに気づく場合もありますので相手が狙っているのはパッシングショットのミスなのでそこをもう一 もう1本こっちが打たすことを考えると、あ、はいでそれにまあ、通じるところではあるんですけど、強いボールが出ない。 ショットがあるとそこはやっぱりついてこられますので見せ玉でもいいのでやっぱり速いボールを打てるようにしておくということはある程度大事かなと思いますああの選手パック行くと強いボール出ないなと思ったらえ何球も何球もねそこ疲れる可能性当然ありますのでえそうならないようにある程度見せ玉でいいので速いボールを使えるようにしておく一発カウンターがある選手とない選手でここは全然変わってきますのでえそのあたりはちゃんとしたコントロールのいい バックハンドショットが必要かというとそうではなくはいただ速いボールが出るとそれだけでも流れ的には全然変わってきますので見せ玉までいいので速いボールを練習しておくといいと思いますはい試合はね本当ちょっとしたところで流れが変わってしまって勝ってたのに負けてしまうとそういうのがねたくさんあります4-1とか5-2というスコアは結構逆転されやすいと言われるぐらいテニスは流れがねちょっといくと変わってしまうんですけれども ままずは、えー、考え方の部分をしっかり持てるとといいと思い思す、えー、今日のネットに出てくる選手だとラリーが嫌いとかテニスでの勝負を諦めたなとか、はい、ここに気づくだけでも、えー、気持ち的に優位に立てますのでちょっとサーブの時に縮こまってたのがしっかり振れるようになるとかそれだけでも相手のリターンダッシュが、えー、ちょっとコントロールミスをしてアウトをするとかそういうことにねどんどんつながっていきますので、えー、今日のところそのマインドセットの部分ですね気持ちの持ち方の部分をまずはしっかり学んであとはショット的なところを、はい、少しカバーしてあげると ネットばっかり出てくるのに相手のねプレースタイが変わっても対応できると思いますので頑張ってみてください。